ウイスキーがお好きでしょう。ま、皆さんこんばんは。春でございます。今日はですね、私の父がですね、まあ、亡くなったんですけれども、もう、昔なんですけれども、その父がですね、なんか結構ウイスキー好きだったんですね。で、まあ、遺品だから、遺品っていいんですかね。飲んじゃいけないのかなと思って取っといたんですけれども、一本、なんだっけな。ちょっと待って。はい、これちょっと入ってたんですけれども、なんだっけな、これ。なんとかっていう、なんか結構いいお酒だったらしいんですよ。で、これ、いや、彼もお酒好きなんで、彼も結構詳しくて、私はよくわかんないんで、何がなんだか、わかんなかったやつなんですけれども、なんかね、結構いいやつらしいんですよ、これ。で、今回ですね、なんかもうウイスキー飲みたくて、今度これに手をつけました。すべてこれ、父の遺品なんですけれども、カムスの、ナポレオン、コングナックですね。カムス、ラ、グラン、グラン、グランデ、グランデマルキュール?わかんないですね。コグナックですね。で、これがね、よかった飲んで。見てください。これコルクでこう閉まってたんですけれども、コルクこの上に蓋があったんですよ。これが取れちゃってやっぱ取るのに。しゃあないからこれ。耳かき。もちろん洗ったんですけど、耳かきでこうコルクを取ってね、今やっと飲んでます。で、なんか違う線が、こんな、なんか帽子の可愛いのがあったんで、これなんかナポレオンの、あれですよね。このナポレオンのあれなのかしらね。これをこうちょうどできる線があったんで、ちょっとサイズが合わないんですけれども、はい、これを飲んでます。これはなんか、まあまあのお酒なんですかね。私全然わかんないですよね。うん。で、まあ、久々にウイスキーを飲んでるんですけれども。うまいっすね。うまい。というですね。今日日記ですよ。日記。まだなんかあるんですけれども、またこれが飲み終わったらですね、次かなんか、開けていってみたいと思います。ね、で、彼がね、いや、これもったいないよって言われたんですけれども、もったいないも何も、私も、ね、いつどうなっちゃうかもうね、もうすぐ今年55歳なんで、いつどうなっちゃうかわかんないんで、で、私の息子がそんな飲まないんですよ。うん、だ、ね、飲んじゃないとしゃあないじゃんか。まあまあ、ちょっとずつこれからですね、飲んでいってみたいと思います。とりあえず今日のね、これ、いいのか父の遺品とか言って。ねえ、カムスのナポレオンコグナックですね。はい。これいただいております。はい。それでは以上です。春でございました。さよなら。うん、これすごい美味しいのね。ナポレオンって結構有名なんだよね。美味しい。うん。たまんないね。じゃあ、春でございました。さよなら。